もう一人のドクターは、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第4シリーズと第5シリーズの間に位置するスペシャルシリーズの第1話、2008年12月25日に2008年、クリスマススペシャルとして放送された。本放送で、本作は1310万人の視聴者数を記録し、2008年のクリスマスの番組では2番目に多く視聴された。 10代目ドクター役のデイビッド・テナントは本作でジャクソン・レイク役のデビッド・モリシーやロジータ・ファリシー役のベリレ・チャバララと共演した本作は1851年のクリスマスのロンドンを舞台とする本作では自身をドクターであると信じる記憶喪失の人間ジャクソン・レイクとドクターが出会う二人は旧品員の両母ハーティガン城が操縦する巨大な サイバーマンのサイバー,アーキングがサイバーマンにより製造されようとしていることを暴く。本作では第2シリーズサイバーマン襲来鋼鉄の時代でサイバス工業で製造され永遠の別れでボイド空間に封じ込められたサイバーマンが再登場を果たした。本作に先駆けて放送された第四シリーズ盗まれた地球旅の終わりで登場したダーレク艦隊がリアリティボムで ボイド空間を消滅させたため、共にボイド空間に飲み込まれていたダーレクの技術を一部吸収した状態で解放された。スティーブン・モファットが執筆した第5シリーズ、肉体と石では11代目ドクターがサイバーキングを思い出し、サイバーキングが歴史に残っていないことの原因が時空の崩壊により生じた裂け目であることが明かされた。ニール・ゲーマンによると、 本作の最後でドクターにより一瞬で別の時空間に送られたサイバス工業のサイバーマンは最終的に惑星モンダスのサイバーマンと遭遇し技術が交雑交換され銀色の悪夢で様々なサイバーマンが見られたことに繋がった放送前の宣伝ではデイビスの著書ドクトル風ザライターズテールからの抜粋を元にして ドクターが自己をドクターだと主張するデビット・モリッシー、演じる男性と出会うことが明らかになった。さらに、デイビスは、このエピソードの最高のタイトルは、ザ・ツー・ドクターズ、だがそうじゃないかもしれない。ザ・ニュー・ドクトルかもあるいはザ・ネクスト・ドクトル私は、ザ・ネクスト・ドクトルがすごく好きだと述べた。カイリー・ミノーグが一回限りのコンパニオンのアストリッド、ペス役で出演した。 前年のクリスマススペシャル、呪われた旅路の成功に続き、ラッセル・ティ・デイビスは当初注目を浴びるゲストを出演させてこのフォーマットを模倣したいと感じたが、ヒンデンブルク号に乗ったシェリル・コールを冗談で例に挙げて、これを却下した。なぜ1851年のロンドンの巨大なロボットが歴史の教科書に載っていないのかという子供からの質問に、デイビスとガードナーは2006年に、 宇宙船がビッグベンに突っ込んでいないことを指摘して現実世界の歴史がドクター風のイングランドの代替歴史とは違う可能性があると述べた。またもうすぐできるトーチウッドか何かの記憶処理剤でコムを飲まされたかもしれないと冗談も口にした。デイビスは脚本家の立場からドクターが便利なダーレクの次元ボールとで サイバーキングを退治する本作の最終シーンに不満を持っていたが、ロンドンをサイバーキングによる破壊から守る方法を脚本執筆時には彼はそれ以外に考えられなかった。後に本作が制作された後、彼は違うアイディアを思いついた。デイビスの思い描く別の結末では、ハーティガン上は悲鳴を上げてサイバーキングを破壊しても椅子に座ったままであり、 サイバーキングは地上に崩れ、ドクターが彼女にセーブゼムと宣言するというものであった。このバージョンでは、ハーティガンがサイバーキングを作り出した一端として弁済して、姿を消し、デイビスが愚かなダーレクの連続体次元ボールとと呼ぶものは、不必要となる。ジュリー・ガードナーはこの方が優れた素晴らしい結末で、あると感じ、デイビスは、 実際に放送されたよりも良い結末があり得ることに耐えられないと述べた。またデイビスはジャクソン・レイクがドクターのタービスにいるわずかなシーンの真っただ中を舞台とした BBC ブックスの小説を書きたいと感じた。ドクターはジャクソンを別の惑星に連れて行き、最終的にジャクソンが一旦は拒否したドクターをクリスマスの夕食に誘った。デイビスは ジャクソン・レイクのコンパニオンであるロジータ・タオ・ローズとマーサを組み合わせた人物にして最初に彼女がコンパニオンのごとく感じられるようにしたと述べた。本作の撮影は2008年4月にニューポートのグロスター大聖堂ストリート・ウロウズ・セメタリーグロスタシャーの道で撮影された。グロスタシャーの道では1000人に上る見物人がいたことで撮影が滞った。 秘密情報部トーチウッドのメインの物体であるトーチウッドハブもまた再デザインされて子供向けのワークショップに使用されたデビッド・モリシーがメインのゲスト出演者である彼は自分をタイムロードだと信じるドクター呼ばれる男の役を演じた彼は以前のドクター役俳優ウィリアム・ハートネルパトリック・トラウトン、トム・ベイカーがドクター・フーを 型通りの番組あるいは子供の番組としては決して見せなかったため彼らの演技に真実があると信じ彼らの演技に影響を受けた彼にはモリシーのドクターのコンパニオンであるロジータ役のベリレ・チャバララが加わったラッセル・ティー・デイビスはロジータについてドクター二人よりも賢いと述べたロジータの元気なロンドン娘な性格がチャバララの身に 非常に強く染みるものであったため、彼女にとってロジータは、自然に受け入れられる役であった。ダーブラカーワンは、マーシー・ハーティガンを演じ、ラッセル・ T ・デイビスは、本作のポッドキャストコメンタリーで、彼女について、これまでにないほどダークな悪役と表現した。彼女の性格の多くは語られなかったが、ラッセルは、ダーブラカーワンや、同僚のエグゼクティブプロデューサーであるジュリー・ガードナーと、 ハーティガンの性格について長く話をした。デイビスは、ハーティガン上を虐待の被害者とし、彼女が、ビクトリア朝時代の一部であることを示す、恐ろしいバックストーリーを暗示した。デイビスは、冷俗かそれ以上に悪い人生を送ってきた、無力な女性と表現したが、彼女の具体的な職業については口にせず、子供が見聞きしているゆえ慎重性が求められることと、 脚本でできる範囲が限られていることを述べた。しかし、彼は、彼女はひどいことをされてきたと説明し、それが彼女の性格がひねくれていて、何でも性的な話題に持っていくことの原因になっていると説明した。また、彼女はすべてに対処激高するため、赤い色の服をまとっている。さらにデイビスは、彼女が男性に由来するダメージをひどく負っていたため、 サイバーキングになるという異常な手段に出ざるを得なかった、と説明した。ミルニアム FX のニール・コートンによるサイバーシェードのオリジナルデザインは、リベットと銅の上塗りを加えることで、既存のサイバーマンのデザインを回収して使用した。そのデザインは費用こそ効率的であったが、ラッセル・ T ・デイビスは、それが正しいアプローチでないと考えた。彼がスケッチした。 新しいサイバーシェードのデザインはサイバーマンの未加工版で角張ってずんぐりしていてトレードマークのハンドルバーが粋な角度で備わりゆったりとした黒色のローブをまとっていたゴートンはデイビスのスケッチを使ってサイバーシェード役の俳優が頭に被るマスクを繊維ガラスで作り上げた衣装デザイナーのルイスペイジが動きを制限しないほど軽いローブを制作し サイバーシェードの衣装が完成した。もともとガードナーはハーティガンのサイバーキングの王冠に大きな不満があると述べていた。オリジナルのヘルメットは彼曰く秘密情報部トーチウッド第一シリーズ戦いの傷跡のサイバーウーマンの頭のようであり、文字通りダーブラカーワンの上にサイバーマンが乗っているか、あるいは彼女がサイバーマンとしてパーティーに行くことを決めたかのようであったという。 なおデイビスはそれに反論していた。制作チームは2日後にエピソードで見られた最終的なヘッドピースを完成させ、デイビスはこれをビクトリア風でデザインに合っていて美しいと評価した。彼女がヘッドピースを装着して以降のシーンではダーブラは黒いコンタクトレンズを装着し、SFX 会社のザ・ミルがポストプロダクションで白目の痕跡を除去した。 本放送時の視聴者数は1171万人、ピーク時に1258万人を記録し、午後6時台の時間枠で50.5%のシェアに達した。これは、クレイアニメ、ウォレスとグルミットの、ウォレスとグルミットベーカリー以外の悪夢に次いで2008年のクリスマスの番組では2番目に多く視聴された。最終的な視聴者数は1310万人に、上った。 アプリシエーションインデックスの数値は86を記録し、クリスマスの日の番組では前述のウォレスとグルーミットベーカリー以外の悪夢の88についで2番目に高い評価であった。オーストラリアではオーストラリア放送協会が2009年1月25日の午後7時30分から放送した。カナダではカナダ放送協会ではなく、スペースが2009年3月14日に放送した。 BBC アメリカは米国で2009年6月27日に放送した。日本では放送されていないが他の2008年から2010年のスペシャルとともに2014年8月4日から Hulu で配信が開始された。もう一人のドクターは高精サイドビデオで撮影されてはいないが BBC は2010年12月30日に本作を BBC1HD で ドルビーサラウンドの音声と共に放送した。これにより、本作は、イギリス国内で映像方式がアップグレードされた、ドクター風のエピソードでは3作目となった。イギリスでは DVD が2009年1月19日に発売された。DVD には新たに制作されて放送版と、差し替えられた映画フォーマットのエンドクレジットのフルバセットが収録された。 ディスクには1時間の特典映像もあり、本作に対応するドクトル風コンフィデンシャルやフリーマージェマンが司会を務めたドクター風プロムのカットダウン版7分のミニエピソードミュージックオブザスフィアーズが収録されている。DVD は2008年から2010年、スペシャルシリーズの他のエピソードと共に2010年1月11日に ボックスセット、ザ・コンプリート・スペシャルズで再発売もされた。クリスマスの侵略者から、最後のクリスマスまでのクリスマススペシャル10本が、ボックス・ドクトル・フー・ザ・ジュー・クリスマス・スペシャルズで2015年10月19日に発売された。もう一人のドクターは、構成サイドビデオで撮影されてはいないが、DTSHD5.1 オーディオで、ブルーレイ化され、ドクトル・フー、 ザ・コンプリートスペシャルズというタイトルで2008年から2010年スペシャルシリーズの完全版ボックスセットでリリースされた。ありがとうございます。